はいどうもーい、なんかヤー飛んできてますけどね。嘘ヤーがバシバシ飛んできてますけど、あいあいあい、くらってる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 、どこにいるどこにいる、なんすかこの夜は俺らやるぜみたいな。あ、いっぱいいるよ。あ、なんでどっからヤー来てんのこれ。これなんかこの下す下すここすここすここすもう先に挨拶じゃあ始めちゃおう。もうやられながら、はい、やりますか。はい、もういいっすよねこういうの。そう、慣れたっすよね。いいよ、慣れた慣れた。あれラグい。はい、どうもラットでーす。どうもウークグジャーでございます。はい、ということで前回ですね、はい、あのレコードを探すためにチェストがあるような遺跡を探そうということで、はい、砂漠に来たんですが、はい、あのまず皆様に謝罪をしないといけないことがありまして、実はすいません、砂漠のね遺跡のチェストからはレコード出ないみたいです。ありがとうございます。はい、前回俺らはじゃあ何しにここに来たんやっていう話になっちゃうんですけどまあ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 死んだしね俺は結構死にましたよね。死んだということで、まあ出るのがね、なんか調べてみると、はい、まあ、実際統合版になってから変化があるみたいなんで、はい、一概には言えないかもしれないんですけど、はいはい、洋館、前ちょこちょこ俺が話に出した洋館、森の中の洋館、はい、のチェストかスポナーのチェストじゃないとレコードは入ってないよっていうようなちょっと情報がね、あったりとかしましたので。あ、ただね、ただね、皆さんもお分かりかと思うんですけど、ラットが調べてきた情報って結構前つばが多いんで。誰情報ですか。本気にしないでくださいねはい、ということで、はい、今日もまたってことで洋館を探しに行こうと。はい、でもその前にアイテムいっぱいあるじゃないですか。どこに。自分ら手持ちのアイテムが、うん、あるよ、たくさんあるんで一回村に置いていきたいなと思うんで。めんどくせ。結果、一回帰ります。めんどくせマジで言ってる。マジで言ってます。これは行こうよもう。え、はい、じゃあ行きますよ。ダールクラフト始めまーす。よろしくお願いします。帰るの。これ帰らないとちょっと俺荷物がいっぱいすぎて。で、あとちょっとこっちの下に魔女がいたんですよ。魔女やっつけよう。なんか前から俺魔女は一回ちょっと前から言ってるもんね。はい、倒さないと。もう落下軽減ついてます。俺ついてるんだ。あ、ついてるよ。あ、え、犬にやられてんだけど。はい、ラットの犬にやられてんだけど。待って待って、なんでなんでなんで、こえ、どうするどうする。どこどこどこ。ちょっと待って、殺していいっす、殺していいっすよ。じゃあ殺してください、もうそいつは。ちょっと肉上げよう、肉上げよう。死ぬっす、死ぬっすよ、死ぬっすよ。もしかして攻撃しましたこれ。誰か俺攻撃しました。ラットが攻撃したんじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ひどいひどい。ごめんよ、背に腹は変えられんかったや。それよくできたもんだえ、俺肉あげたかったんだけどそういう問題じゃないのか。こいつ殴ったらこんなんなるんすよね、他人が。俺一撃も攻撃できなかったのに、あいつはすぐ殺しよったな。いや、ケンさん助けたんすよ俺。ありがとうございますちょっとこの奥に魔女がいたんですよ。やっつけろやっつけろ。俺のこの鉄のスコップで。鉄のスコップで戦うもんじゃないあれいない。もういっか、森の中とかで見つけるだろう。マジで帰るの。と本当のこと言ってじゃん。本当のこと言うと帰りますねわざわざ。あ、いた。わざわざ帰るの。いや、アイテム持ちすぎちょっときつないですか。いや、きつないよ。やだー。へい、意外と弱かったな。じゃあそのまま行きます。でもそしたらあれですよ、レコード見つけても取れないですよ。待て待て、強いやつが来た、強いやつが来た。ここあぶねあ、ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ一番強い。ちっちゃいやつ強いですね。うわ、太陽のとこに行きたいな。そのまま行っちゃいます。じゃあ行っちゃいましょう。行っちゃいましょうか。この戻る動画なんて誰が見たいんだよ絶対嫌だ俺は。え、あの村はどうするんですか。じゃああの村は死んだら戻るね。死んだら戻る村ってこと。え、やばいやばいやばい死んだら戻る村として置いとこ。俺らはじゃあ基本的にもう旅人っすね。旅人だね。そうっすね。定住してちゃもう意味ないよ。そうっすね。じゃあ町見つけたらその町その町で
あのベッド作って、そうそう、死ぬ死ぬ、死んだらそこに戻る感じにしましょうか。そうですね。で寝ないと。そうですね。あでもこれあれか、またあいつらいんのか。あの俺がやられたやつ。あいつらマジムカつくよ。あいつ集団戦闘してきますからね。二人一組だよね。はい。逆に地下を掘ってやり過ごします。逃げて。あの地下を掘ってもうあの村までのトンネル掘ります。やばいでしょそれ。永遠にかかるぞそれ。何年かけるつもり。ここさえ通れば帰るの。何年かけるつもり。ここさえ通れば安全に帰れるみたいな。あでもあいつら燃えるんすね。ほんとだね。あでも違うやつじゃない。マジですか。あいつらじゃないですかこれ。燃えてますよ弓持ってるやつら。あ弓は手に入るし骨も手に入る。イエーイ。白熊買ってみます。買ってみよう。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。うわー頑張ってるか。こいつら肉じゃなくて魚出しますよ。いた。え、ちょっと暴れた。ちょっとなんすかそのお決まりの、お決まりおいしいやつ。はい。お決まりのおいしいやつ。おいしいやつ、おいしいやつ。おいしいって言わないでくださいよ。おいしい言うたらもう俺が喜んじゃってるみたいな。ケイさんもう今日、今回ははぐれないようにしましょうね。オッケー。行こう。前回はぐれてソロプレイでお互い大変な目にあった。そうですね。お、キノコあるよ。納豆大好きなの。あ、もうキノコは大丈夫ですね。え。あんなに大好きだったの。あんなに大好きだったんですけど、正直アイテム保持する量が、あ、もう生肉も取れなくなっちゃって、はい、取れ取れ取れ。でもレコードを探すっていう大きなテーマはあるんでしょ今。まあそうですね。今レコードを探してるでいいんだよね一応は。一応レコードを探してるっすね。じゃあスポナーとかに行かないといけないでしょ。あ、そういえばなんか昔スポナー見つけましたよね。見つけたよ。で、あっちの中に入ってなかったっすか。あったあった。じゃああれ取りに行きましょうかまず。いろ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 変わってるけど大丈夫。そうそうそう。洋館をその間で見つければ最高っすね。そうだね。あの基本的にあの宣言したこと通りに進まないのがこの動画のセオリーなんで。そうですね。なんかあっち行ってみよう。あっち俺も思ったさ、あの火山の、うん、間いいっすね。なんもねえな。なんもなさげですね。はい。なんかあかっ。いや俺じゃない俺じゃない。ほんますほんますほんます。なんかいるんだよ誰か。 あいたいたいた。あああ2人セットで今こいつらもう頑張れだっつって。あかんあかんあかんで勇姿を見る。なんもなかったね。なんもなかったっすね。ここめっちゃ骨とか全めっちゃ集めれるね。はい。ここでしたっけ、なんか雪すげーみたいな話してたの。うん、多分ここだと思う。あっち行ってみよう。あとケンさんのわがままわがまま発動したっすか今。いやいやいや、わがまま放浪記、気まぐれ放浪記。暗いぞ。そうっすね。まあ行きましょう。行きましょう。もう夜なんて怖くねえ。あ、魔女がいた。面白そうなところ発見すか。発見したのかな。うわっ、あ、なになに、うわっ、あいつなんだよ。あの弓矢すか。おわ、しょしょ、おしゃ。どっちの弓が勝つかだ。よっしゃ。あ、もう倒しました。倒した。あ、警告っすか。なんかわからんけど。あ、警告っすね。こっちスポナーあるんじゃない。ありそうっすね、やば。よし、だってこの間に飛び込むぞ。いやいや、ああそういうことっすね。どこに飛ぶ。待ってください、これ結構危険度高くないですか。危険度高いね。これしか落ちたところで、ちょっと待って。大丈夫か。おっと大丈夫か。ちょっと待ってください、今やりましたよね。やってないやってない。はあ、ダイヤやる。ダイヤのやつ。いやもうちょっときつくないですか。ちょっと待って、これきつい、これきつい、きついきつい、流されて流されて。やばいやばい、アイテム触りたいけど触れない。え、上からも何か飛んできたけど。え、ケンさんも早く降りてきたらどうすか。だってどこに行ったの。よし、避難。そうなっても見えねえな。降りてみようか。よし、怖い怖い怖い。よっしゃ、ギリギリ。どこに貼るんすか。ちょっとラットが。内側に降りたんすね。そう、
マットとはちょっと違う道から行ってみようかな。ダイヤあったんでしょ。あったさあったさ、こっち円玉やっつけていいよ、死ぬかもしれんか。一応いい、いいっすよ死んでもいいと。どっちのいい今。あ、戦ってもいいっすよ、全然。あ、なんかね、ただ死なないではいただきたいっす。一応、ダイヤ掘れる準備はしましたよ。いるよ。何がですか。エンダーマンがいる。あ、ほんますか。倒しに行きます、一緒に。うん。じゃあ、ダイヤは一旦保留で。手合わせてしまった。いや、近い。俺、ちょっとそっち向かってるんで待ってください。あ、もう殺しちゃった、ごめん。あ、エンダーパールゲッツ。イエーイ。そういえば村にも1個ありますよね。村に置いてきたの。はい、多分。あれ、ケンさん来ないの。どこに行くの。どこっすか。あの、あっちにいますよ今、ダイヤのところ。あ、いいね。もう取りますこれ。うん。あれやる恒例の。やるっす。ダイヤあった、こっちにも。あ、ほんますか。ほんます。じゃあ、こっちは取りますよ。はい、じゃあこっちでやりますか。これマグマって落ちたら速攻死ぬの。マグマは、うん、多少は生き残れると思います。よし、じゃあやってみよう。マグマとマグマの間にいるんで道作らず行ってみよう。だってまあ11個ぐらいね無駄にしたからね。確かに。マグマダイブで借りを返そうよ。まあどう取るかは任す。はい、行きましょう。はい、すごいテンション上げて行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか。いきますよ。いいよ、もういってますよ。いいよ。いやもう流されとるわ。どないでしょう。あー流されとるな、これもう。ほっほっ、あれダイヤちゃんそのまま燃えた。やばいやばいやばい。あー危ない危ない。ラット死ぬだよ、ラット死ぬだよ。あ、え。あの意外と本当に死にました。いやいやいや、全部燃えてるよ。今取ったダイヤ燃えてるよ、あなたの2つ。ああ、俺でもここだ。え、あ、俺やばいことをしてしまった、本当に。ケンさん、なんでどこにいるの。てか死んじゃダメじゃん。そうっすね。しかもダイブして死んだよ。あの面白い動画撮ろうとしすぎたっす。怖いわ。思いのほかマグマの中動けないっすよ。泳げるかなと思ったんですよ。雪山で寝たっけ。俺雪山の中に家見つけたんですよ、うん、でそこにあのベッドがあったんですよ、うん、あ、死ぬ。あっぶねー。ちょっと待ってくださいよ。あの軽く座標だけ教えてもらっていいですか。やばい、これは辛い、これは辛いぞ。またこの流れか。ちょっと待って、これでもさ、はい、タイマスないとどうしようもないのマジで。あ、確かに。うわ、でももう今後あれっすね、あのそれで考えるんやったら今後スポナーをいっぱい探さなあかんってことっすね。これスケルトンスポナーってあるの。多分あるっすよ。スケルトンスポナーって見たことないよね。確かに。木全然持ってないよ。俺燃やしちゃったっすね。でも石炭があれば、あ、作れる作れる、8本は。あ、ほんますか。あ、違う、32本作れた。なんかやばい、ここなんかいるぜ。これスケルトンスポナーがあるんじゃない。おっと、なんかスケルトンだらけなんだけど。てかなんでいつもスポナー見つけるとき俺はいないっすよね。うん、うわ、スケルトンだらけマジで。あ、じゃああるかもしれないですね。あるかもしれない、うん、あったあった。おっと、スケルトンスポナーあった。1枚目ゲットか。これスケルトンだよね絶対。多分そうっすね。初めて見た。え、すげえ、あるんだね。発見しました。こんな大事な時にいない俺。ラットはすぐそばで死んでいないですが発見しました。すごいスケルトンっぽいやつが回ってるよ中で。あ、こっちにもお家ある。すげえ。ちょっと待って、あのチェスト開けるときは俺も痛い。チェストも開けてるよ。あっさい。レコードありました。レコードがねない。ない、残念残念。ラットの持ち物も全部燃えてるからね。ここに来たところで別に防具があるわけじゃないよ。そうっすよね。やっぱ、ま、前回 やったのに学ばない。俺マグマで死ぬのだけはいかんっていう。ちょっとマグマの中泳ぎたかったんだよな。よし、じゃあとりあえずラット待つか。ちょっとすいません、今でもそんなに今ハードな感じじゃないっすよ俺。
ただただ雪の中歩いてる感じして、ちょっと待ってマジで、あれ靴がなくなってる、あー壊れたんじゃないですか、え落下軽減、あそれえぐいっすね、きつー、結局作業台作れないから、何も作れないや、ここにいても、あ作業台俺が持ってたか、でもこの洞窟から出ますよね、出るよ、来た道から戻ります、それとも中通っていきます、でもここから上に上がっていこうかなと思うんですけど、この辺がクソ肉食わねえぞ、あ、なに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 、鶏肉って生で食ったらあかんかったっけなんで鶏肉生で食ったらどうなの、なんかあの臭い匂い出ました、臭い匂い出て、あのゾンビの肉食った時みたいになった、ツルハシとかも作れないんだ、何も作れないっすよ、なかったらもう一回上に上がるしかねえな、じゃあこれ掘れもしないし、まず木がないとダメだから一回上上がる、今ちょっと俺もう上に出始めてるから、あじゃあちょうどいいぐらいかもしれないですね、洋館は見つからんかったっすけど、スポナーは見つけたぜーかいっすね、そうだねまた木の装備会なんですね木切ってます、木切ってる、あーいました、ケンさんいた、はい、よしじゃあ戻るぞ、スポナー発見したということで、あーで作業台今持ってるんで、今から降りていくからそっち、あーオッケーです、オッケーです、どこにいんの今、掘ってるところのちょっと真下ぐらいに、今掘ってってるからそこに合わせて降りてきて、あー見えるっすけどちょっとずれてるっすね、あじゃあこう降りてきてもいいよ、普通にケンさん、はい、まっすぐ掘ってます、下にこれまっすぐ掘ってるってことは俺また落ちたら死ぬっすね、大丈夫だよ、死ぬ死ぬっすまたあの家に逆戻りみたいな、ケンさんが真下にいるな、俺この真下に掘ってって大丈夫かな、大丈夫です、どうすか、うん、結構深いっすね、嫌な予感しかしない、大丈夫だっつ、いや、おかしくない、俺を信じてみ、オッケー、信じます信じます、これはどうだろうか、いや、ケンさんはね、意外とね、そういうことをね、する人じゃない、そうなんですよ、結構ね、今は、しちゃまずいって、あかっおお、危ない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 、いや、結構危ないじゃないですか、大丈夫、あげようだよ、あっあいつうるせえな。あれ？あいつうるせえな。ういー、よっしゃい。きた？俺上から出てきましたけど。え？おー、見つけましたね。すごくない？すごいすごいすごい。これさっきの警告っすか？そうそう。俺が死んだ。すぐ奥にあったんだ。はい。これあげるわ。あー、助かります。もういつもいつも。申し訳ない、はい、ということでじゃあこっちでちょっと締め込みましょうか、はい、どうもー、すごいでしょこれは、はい、ということでですね、ちょっと上から失礼しますよ私が見つけましたからね、はい、私が見つけましたから、そう、まさかのね、俺死んだ直後っていうね、もうきつかったっすわ、いつもいつもスポナーの時俺死んでる、いないよ、二人で分かち合いたいよ、たまには、そうですね、ただまあ今回はレコードなかったっすけど、レコードなかったね、なんでだ、はい、必ず出るわけじゃないみたいなんで、はい、まあ腐らず違うスポナーとかも、はい、探していったり、まあ洋館も見つけて、洋館探してるんじゃねえの、洋館も探しつつですね、これはもうなかったよ、全然なかったっすね、でもでもでもなんとなんとここにここにスポナーを発見シャシャー、おーいわー、一回村に戻りましょう、好きだね、なんだろう、村に戻るって、村に戻って何があるんだよ、君は何も持ってないだろ何も持ってない男が村に戻ってどうすんだよ、何かしらちょっと作ってから行きましょう、ここで作る、俺作業台も置いてんだよ、ああじゃあちょっとこっちで、俺は置いちゃうんだよ、あ、すいませんすいません、ちょっと金掘りたいです、金金ここにいっぱい落ちてんだよ、行くぞじゃあちょっと待ってください、今回一回閉めましょう、閉めましょうか、危ない危ないということで、はい、じゃあ次回からここを拠点に思い切ったなここを拠点にってここを拠点に頑張っていきたいと思います、はい、じゃあ次回もダールクラフトよろしくお願いします
はい、はい、バイバーイ。バイバーイ。あ、危ない危ない危ない、スプラー壊しちゃう、スプラー。あ、そうかそうかそうか。危ない危ない危ない。バイバーイ。はい、バイバーイ。